はい、それではですね、始めさせていただきたいと思います。平川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。では、早速、パワーポイント。それではですね、本日のイベント、在学中合格者の、勉強編、両立編、合格後編をですね、やっていきたいと思います。はい。本日の、プレゼンターですけども、平川舞さんになります。はい。よろしくお願いします。では、プロフィールですね。大学学部学科。今の年次を教えていただけますか。はい。慶応大学経済学部経済学科に所属しております。で、現在4年生です。ありがとうございます。じゃあ今年、来年の3月卒業ということで。はい、そうだから。ありがとうございます。はい、それではご質問です。何がきっかけで公認会計士の勉強を始めましたか？はい、私が通っていた高校の、門の前で、レックの方がティッシュを配っていらっしゃったので、そのティッシュを私も受け取って、そこで初めて公認会計士という職業を知って、勉強を始めることにいたしました。ありがとうございます。あれが意味あったわけですね。そうですね。あれは 意味あるのかなとか思いながらも、配ってるスタッフもいるんで、よかったです。すごい、ありがたかった。ありがとうございます。はい。いつから公認会計士の勉強を始めましたか？はい、大学1年生の4月から勉強を4スター月トかしら。ました。なるほど。はいはいはい。で、翌年の大学2年生の頃の5月に一次試験の担当筆記試験を勉強したということで。はい。ありがとうございます。これ一発合格したということですね。そうですね。うちの担当合格コースっていうものですよね。多分ね。はい。ありがとうございます。で、3ヶ月後にですね、毎年ある二次試験の論文式試験なんですけども、まあ、こちらちょっと残念な結果だったと。いなかったです。まあ、3ヶ月なんで これはね、結構大変だったと思うんですけども、ちょっと私はい。には、ただまあ、その3ヶ月の努力とプラスね、1年の努力も相まって、翌年の二次試験は合格者と。ありがとうございます。2年4ヶ月で最終合格ですから、かなり優秀だと思いますよ。おかげさまで。はい。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、勉強編をお聞きしたいと思います。はい。勉強のスケジュールというのはどのように立てましたか？そうですね。最終的にちゃんと試験に合格できるようために、別次でそれぞれ目標を設定したりとかして。で、さらにその月次の目標が達成されるためには、まあ一週間でこのくらいやらなきゃいけないっていうものを、週次で目標というかやらなきゃいけないこと、リストみたいなものを、含めていて、で、その一週間でそれがちゃんと終わりきるように、各曜日に、やるべきことを配分してっていうふうな形で、スケジュールを立てております。なるほど。まあ、大体、うちの講座の講義回数というのは把握されてて、それを、まあ、月次で分けて、そうですね。で、さらに細かく1週間あたりに分けてって感じですか。そうですね。ありがとうございます。まあ、そっちの方があれですよね。具体的でより今の進捗管理はできやすいですよね。そうですね。管理もしやすいですし、ちゃんと自分で配分したものをこなせば、自信にもつながりますし。勉強足りてないんじゃないかっていう不安からもちょっと回収されたような気がしてます。ありがとうございます。大学の授業がある日とない日分けて、1日の勉強時間と勉強するタイミングを教えてください。
そうですね。私自身、一度に複数のものに手をつけるのがそこまで得意ではないので、大学の授業がある日は、会計士試験の勉強はしなかったです。帰って時間があったら講義1個見るくらいの、してました。反対にない日は、もう、模擬会計士試験の勉強だけに専念して、まあ、10時間以上は勉強するようにしてます。ありがとうございます。講義の受け方を教えてください。自宅でパソコン、外出でスマホ、講義を受けたらすぐに問題集を解く、それとも後日みたいな感じです。どうでしょうか。そうですね。まず、最初の質問からお答えいたしますと、私は自宅でパソコンで、講義を受けていました。で、あとの質問は、私は結構問題集は後回しという。平日に講義を聞いて、土日にまとめて、アウトプットするという。なるほど。その講義はもう平日消化して、その講義に該当する項目の問題集を土日にまとめて解くみたいな。ですね、そういう感じにして。ありがとうございます。はい。勉強中わからないことや疑問が出てきた際、どのように質問しましたか？私、あまりこう、わからないことをそのままにしておくのがすごく苦手なので、わからないことが出てきたら、ちょっと考えてもわからなかったらすぐ、LINE で質問っていう、機能を使って、質問させていただいてました。ありがとうございます。まあ、ちょっと早めにね、疑問とかを解消した方が、勉強スムーズになりますもんね。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。あと、まあ、レックだと、教えてチューターっていうのもあるので、そうですね。まあ、LINE で質問して、ちょっと量多いかなと思ったら、教えてチューターの方に分けて、こう聞くとかいうこともね、ぜひやっていただければと思うんですけどね。ありがとうございます。はい。答練や模試は、通学、つまり会場受験でしたか？それとも通信、自宅受験でしたか？単答と論文それぞれ教えてください。基本的には担当も論文もすべて会場受験をしておりました。ありがとうございます。やっぱ会場受験の方を選んでよかったですか？そうですね。やっぱりこの本番と似た緊張感ある空間で練習ができるって点で、とても精神的に、実できたんでよかったんじゃないかなと。ありがとうございます。他校のですね、まあ、レック以外の答練や模試は受験していましたか？単答と論文それぞれ教えてください。担当に関しては、他校の答練だったり、模試は一度も受けて。で、論文に関しては、やっぱり、相対評価っていうこともありますので、自分がどの位置にいるのかっていうのをちょっと、したくて、いろんな、他に2校分の答練と模試を受けてる。ありがとうございます。答練や模試で間違えた論点だけ集めた、間違いノート。これよく聞かれるんですけど、間違いノートって作ってましたか？そうですね。私は、科目によっては作っていました。高校受験の時から、高校の受験の時から作っていて、私的には、それがすごく効果的だったので、会計士試験の勉強でも作ってみようと思って。ありがとうございます。試験前日や当日で気をつけたことはありますか？そうですね。私自身結構緊張しいなところがあって、すぐに緊張して頭が真っ白になってしまうので、なるべく前日からリラックスできるように長めにお風呂に入ったりとかして、精神面をちょっと密にさせてみまし精神面をちょっと落ち着かせるって感じですそうかでね。すね。落ち着かうん。せてました。なるほど。当日なんか気をつけたことってあります？例えば早めに行くとか。そうですね。早かったと思います。まだ会場が開く前にちゃんと着いて、スタンバっていたので、結構早く行くようにはしてたんじゃないかなっていうふうに思う。どこら辺で待機してました？例えば喫茶店とか、ファミリーレストランとか早めに開いてたりするんで。いや、もう、その会場の目の前で、
勉強して待ってます。ありがとうございます。例えば、当日、食事ってどうです？がっつりとってました？いや、全くもう食べる気にもならないので、そっかそっウィダか。インゼリーとか そうああ、いそううそう。なんか飲み込みやすいものを片手で勉強しながら、食べてました。なるほど。まあまあ、そっちの方がいいと思いますよね。まあ、脳が動くんで、ウィダインゼリーみたいな糖分とかを取るだけでも全そうで然。すね。ありがとうございます。まあ、たまにいますけどね。がっつり食ってる人とかね。そうですね。なんか、あんなに食べたらちょっと眠くなっちゃいそう眠でくす。なっちあゃんまり、おすすめしないかもしれない。どこだっけな、明治かどっかの、豚骨ラーメン屋さんがあるところがあるんですけど、で、受験生、終わって、なんか、昼休みそこ行ってガンガン替え玉で食ってて大丈夫かなっていうのは、そんなことって。目撃したことありますけど、そバリカうだったーんみでたいな、すね。そう、バリカターみたいな。すごい消化に悪そう。そうだったんですね。まあちょっと消化のいいものをね、ぜひ皆そうさでんすは。ね。勉強方法について、今思うと、これはやってよかったことと、ちょっとやって失敗したなっていうことを、それぞれ教えてください。そうですね。これ、論文の話なんですけれども、まあ、やってよかったなっていうことといたしましては、やっぱり、みんな解ける問題を落としてしまうと、すごく致命的なミスにつながってしまうので、これだけは絶対に落としちゃいけないっていうような重要な事項を各科目、ワードでまとめて、ファイリングしてっていうふうに、で、試験直前もそれだけを見直すように、していたので、そこまで自信がないけど受かったっていうのは、まあ、ちゃんと、取るべきところをちゃんと取れたからなんじゃないかなっていうふうに思うので、この勉強の方法はやってよかったなっていうふうに。失敗したことは、そうですね、一つの問題集だけを繰り返し解いて、その問題を解けるようになったからいいっていうふうにしてしまって、そのことの周辺の本質をちゃんと理解しないまま、自分の中で消化したっていうふうに勘違いしてたっていうところがちょっと失敗したなっていうふうに思ってまなるほど。いわゆる、問題集の問題だけ解けて、じゃあす。なぜその回答なのかっていう、深い理解っていうところをもうちょっと、突き進めないとってことですかね。そうです。はい。なるほど。ありがとうございます。では、次のですね、両立編を見ていきたいと。はい。大学に通いながら、まあ、公認会計士を目指すことに、まずですね、ご両親は賛成されていましたか？そうですね。回答といたしましては、まず賛成してくださいました。というのも、まあ、自分自身が、高校受験の勉強の時から、かなり、継続的に、努力できるタイプだというふうに、両親も理解してくださっていたので、基本的に反対されることになります。ですね。結構、ご両親のやっぱり理解をなくスタートする方もたまにいるので、そこはやっぱりちゃんとね、目指したいということは伝えて、そのご両親のバックアップもあって、やっぱり受験をね、挑んでほしいですよね、やっぱりね。そうですね。これはやっぱり両立するのの多分必須項目だと思いますね。はい。次行きましょう。大学の単位取得と会計士の勉強で、まあ、両立するために工夫したことっていうのはありますか？まずそのために、私は大学でその会計士試験の勉強の知識を応用できるような科目を集中して取るようにして。で、私が所属していたのは経済学部なんですけど、何単位かまでは商学部の授業も取ることができるので、そのマックス、最大限商学部の授業をしてみました。ありがとうございます。例えば、なんていうんですかね。アルバイトとか、そういったものとかの両立とかも、ちょっとそういうのも関係して、
あ、次の質問かな。そうですね、次にあるかもそうしですね。れない。アルバイトやサークルっていうのはやってましたか？どうですか？やってましたね。まあ、直前期間の数ヶ月間とかは、アルバイトあんまり入れてなかったんですけども、大学1年生とか割と、試験勉強が本格化していない時期なんかは、積極的にアルバイトにも参加しておりましたし、サークルでも、友達作りにも、積極的に参加するようにしておりました。ありがとうございます。直前期って何ヶ月ぐらい前ですかね、試験の。2、3ヶ月前とかは、ね。そうっすよね。ないね。まあ、アルバイトもサークルも、その試験受かった後にいくらでもできますもんね。そうですね。今、まあ、学費非常勤として、まあ、後でもお話しすると思うんです。アルバイトみたいな感じで、働かせていただいてますし、全然それでも問題ないと思う。ありがとうございます。はい。会計士試験の、勉強しながら、日商簿記などの簿記検定も並行して学習してましたか？全くしてないです。ありがとうございます。結構よく聞かれるんですよね。あ、そうなんですね。うん。公認会計士の勉強には、その簿記の知識を、前提知識持ってないといけないって思う方一人と、あ、一人というか、一パターンと、あと、ま、会計士の勉強しながら日商簿記も受けないといけないんじゃないかっていう。まあ、ぶっちゃけいらないですよいらないと思いますね。ね。その分、会計士の勉強して受かった方が。そうなんですよね。まあ、知識は、まあ、ほぼ一緒なんですけど、やっぱり出題形式が結構違うんで、そうですね。結局対策しないといけないですよね、日商簿記は。うん、日商簿記は日商簿記のね。そう思います。まあ、皆さんね、もし目指すっていう方がいたら、そのまま公認会計士に専念していただいた方がいいかなと思いますね。大学の勉強と公認会計士の勉強、それぞれどこで勉強してましたか？私は、ちょうど、だったということもあって、どちらも、家で、自分の部屋で勉強しておりました。ありがとうございます。あ、喫茶店とか行かなかったですか？そうですね。あんまり、まあ、長居するのもな、っていうふうに思ってしまったりしたので、買って家に持って帰るとかはしてたんですけど、あんまり外で勉強することもなかった。なるほど、素晴らしいです。私のおすすめは、個室になってる漫画喫茶ってあるじゃないですか。あれは結構おすすめですけどね。そうですね。結構、一人の方が集中できるって方はいいかも。電卓叩けるんで、そういう。確かに。個室なんて、はい。ありがとうございます。はい。大学生活と公認会計士の勉強だと、まあ、いろいろ精神的、あと肉体的にも疲れる期間もあると思いますが、ストレス発散はどうしてました？そうですね。私も一度、もうやめようかって思ったぐらい精神的にやられてしまった時とかあったんですけど、まあ、そういう時は無理にも勉強とか向き合わずに、一日丸々開けて、勉強全くしないで、遊びに行ったり、ちょっとリフレッシュしに、カラオケに行ったりし、して、一度元気を取り戻して、よし、もう一回頑張るぞっていうふうに。してやっぱりリフレッシュは重要ってことですね。ですね、たまにした方がうん。いいかなと思います。カラオケとかあと、他なんか遊び行きました？そうですね、友達とお酒飲んだりとか、あと銭湯、スーパー銭湯とか近くにある。スーパー銭温湯いいっ泉がす。好きなので、いいっそういうすとね、ころスーに行っパてース。ます。後楽園のやつとかね、いいかもしれないですね。そうですね、そう、そういうところに行ってました。ありがとうございます。まあ、やっぱり人間って、長く勉強してるとストレス溜まってきますからね。うん、たまにそういうストレス発散は絶対するべきだと思いますね。ありがとうございます。勉強についてモチベーションが下がった際、どうやって上げてましたか？そうですね。ここで、なんだろう、勉強やめようって思った時とかもあったんですけど、まあ、ここでやめてしまったら、まあ、今までの努力が水の泡だっていうふうに、まあ、考えて、モチベーションをちょっとどうにか保ったりだとか、あとは、公認会計士の方の、年収とか調べて、自分が今頑張ったら、これだけ、手にすることができるっていうふうに、
調べることでモチベーション上げてました。そうですね。そう、公認会計士さんね、将来的な年収であったりとか、その後のキャリアとかを見ると、ね、その、今ある大切な時間をたくさんつぎ込んでもね、お釣りが来るぐらいの資格だと思うんで、そのモチベの上げ方は素晴らしいと思います。学園祭などですね、多分あると思うんですけども、大学のイベントっていうのは参加してましたか？そうですね。私が所属していたサークルが、ニースサークルだったっていうのが、今所属してるゼミが、学園祭に出ないタイプのゼミだということもあって、私は参加していません。なんか遊びとかは行ったりしました？あ、そうですね。一日だけ、これ試験終わった後だったんですけど、学園祭には客として参加したことがありありがとうございます。ます。大学生活と公認会計士の勉強の両立、今思うと結果的に良かったですか？もう間違いなく良かったです。良かったですね。公認会計士の勉強ってすごい専門性の高い勉強なんで、結構面白いと思うんですよね。そうですね。なかなかあんまり普通の大学生活の大学の講義ではやらないようなところもたくさんやると思うので、よかったと思いますかなね。り勉強にもなりますし、そうです経ね。学とかは。まあ、合格したからっていうのもありますよね。そうですね。でも仮に合格できなかったとしても、ね、得た知識の就職先でも、用いることができるんじゃないかなというふうに思うので。おっしゃる通りですね。まあ、金融系のね、企業とかであれば、公認会計士の勉強してましたっていうだけで、ちょっとね、評価高まったりしますからね。そう思いますね。今現在ですね、大学生である方へ、大学時代にこれはやっておいた方がいいことをですね、ぜひ、もうご自身がやってよかったことと、あ、やっときゃよかったなっていうことも含めて教えていただければ。やっておいた方がいいこととしては、大学時代私はこんなことを頑張って胸を張って言えるような、ことをするのが、見た方がいいってことだって。で、私はやっとけばよかったなって思ったこととしては、もっと友達と遊べばよかったなっていうふうに、今になってはちょっとだけ思ってます。大丈夫ですよ。就職した後に、またちょっと別の遊び方が出てきますそうですから、ね。そこはね、後悔しなくていいと思いますよ。今もうその分、働いてる先の、仲のいい先輩だったこと存分に遊ぶことができているので、そうですね。ちゃんと食べたのでよかったです。そうですね。大学時代って4年ってあっという間ですから、そうですね。平川さんの言うように、これやったっていうのをね、一個ね、やっぱ作っといた方がいいですよね。うん。そう思います。じゃあ、合格後編ですね。合格した後ですね。今現在のお話を聞きたいと思います。まあ、公認会計士試験に最終合格されたのが、まあ、大学3年生の11月。ね、最後の論文式試験の合格発表が11月なんで、これで合格されたと。で、その後、就職活動ですね。まあ、その後じゃなくてもいいですけども、その3年生の時の就職活動ってどのようなことをされてました？そうですね。私は一度論文式試験2年生の時に落ちているので、もうその際に9月から11月の期間で監査法人の就職結構進めていたっていうのもあって、3年生の時にはあまり監査法人の就職活動はしておりませんでした。もう、なんだろうな、個別面談とかそういう大事なイベントだけ出て、あとのイベントにはそこまで参加せずに一般企業の就職活動落ちた時のリスクヘッジとして思っていました。一般企業はどういった投稿を受けたんですか？受けたっていうか見てみたんですかね。うん。金融業界だったりとか、商社の、業界を見て、まあ、公認会計士の知識が使えるそうですね。らへんの企業ってことですね。でも、まあ、蓋開けてみて合格されてよかったですね。
そうですね。ちょっと一般企業の就職活動がもう思ったよりも、大変だったので、ちょっと本当に受かってよかったっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい。今の監査法人に就職を決めた理由を教えてください。はい。私が、こういう人みたいになりたいって思う、憧れの先輩がいたっていうのと、あと、私が希望しているチームの皆さんの人柄がすごく良かったので、今の感想今、だから、あれですよね。大学卒業後に正式採用になるんで、今はアルバイトっていう形でですね、一働応いてるんですよね。しているんですけれども、今は学生の間は学生非常勤という形で勤務して、ます。人となりで決めた方がいいっていうのは僕なんとなくわかりますね。そうですね。人で、やっぱり人がいいと、仮に難しい業務があった時も聞きやすいですし、仕事が大変で忙しい時も、ちょっと仲のいい人たちと、カフェとかに行ってリフレッシュして、との関係っていうのをすごく大事にして。まあ、チームワークが取りやすいというのもありますしね。やっぱり、今結構違いますよね。監査法人によって。そうですね。人の雰囲気も、オフィスの雰囲気も。そうですね。私が迷っていた2社、日本人は、全く雰囲気が正反対だったので、結局選ばなかった法人で勤務してたら今頃どんな感じだったんだろうなっていうのはちょっと気になります。ありがとうございます。まあ、だから結構真剣にね、皆さんね、もう8月の論文終わった後、こう就職活動というか、各監査法人の説明会があるんで、そこをガンガン行って、11月の合格発表の時にどこに行くのかっていうのはしっかり見といてがいいですよね。見てた方がいいと思う。本当に全然違うんで。違います。説明会は意外とみんな似たような感じなんですけど、実際オフィス行ってみると違いますよね。そうですね。で、この法人内でも多分、セクターだったりチームによって全然カラーが違うので、いろんな人の話を聞いて。ありがとうございます。大学生活とともにですね、監査法人で働いているということですが、1週間のスケジュールをですね、ざっくり教えていただければと思います。私は、4年次で、4年生の時に、取るべき単位というのが、ゼミのみなので、ゼミがある火曜日に、大学の日に設定して、それ以外の日は、法人で働くっていうふうにしてま結構がっつりっすね。す。そうですね、せっかくなら、ね、その場遊べばいいんじゃないかっていう意見もあると思うんですけど、遊びは夏休みとか、そういうところで集中してやって、平日は、社会人と変わらないスケジュールで働いてます。週1大学、週4監査法人みたいそうですね、週3、4ぐらいで感想をしなな。ありがとうございます。監査法人ではどういった仕事をされていますか？残業は多いですか？い。私が所属しているのはメガバンクチームっていうところに所属して、官庁科目ごとにチームが分かれて、そこで業務をしてるんですけれども、私が担当してるのは固定資産周りだったりとか、人件費の、監査をしています。で、今はちょうど、リクルート期間っていうことで、非常勤ながら女性のリクルートリーダーを、副リーダーをさせていただいているので、リクルートの業務を中心に行っています。残業に関しては、そうですね。もちろんしないっていう選択肢もあるんですけど、私はタスクを、次の日に繰り越すことが嫌いなので、結構残業してしまうことが多いです。ありがとうございます。もうメガバンクに配属されてるんですかね。そうです。配属されました。すごいですね。でも固定資産ってなると減価償却費とかのことをちょっそうですとね。やったりとかするんですかね。とか、あと資産受給債務とか、リースだったりとか、そういう勘定科目。よかったんじゃないですか。最初にそこに配属されたのはすごくいいと思いますね。
そうですね。結構その融資回りとか、自己査定系のチームも魅力的だなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり、試験勉強で得た知識をすぐ活かすことができますし、金融事業、今配属されてるのが金融事業部なんですけど、今担当してる科目を学べば結構他事業部にも移動しやすい、内容になってるので、すごくいいんじゃ、よかったなと思って。ありがとうございます。まあ、特に日本はね、固定資産が多い多分国だと思いますんで、非常にありがたい配属ですね、それはね。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。監査法人で働いた給料で何かささやかな贅沢などしましたか？はい、そうですね。監査法人で、ね、からいただいたお金で、結構、普通のバイトじゃ、買えないようなお洋服とか買ったり、友達と少し贅沢な、ところに泊まったりとか、あと、今年8月1ヶ月間、まるまるシンガポールに、旅行に行っていたんですけれども、まあ、その際にも、お金を気にすることなく、遊んだりとか、することができる。ありがとうございます。まあそういうことができるってことは、ちょっと時給をちょっとね、軽く、ここだけの話、ちょっとはい。おいくらぐらいですかね、時給は。そうですね、3000弱。3000円。はい。そうですか。そうですね。まあちょっとコンビニエンスストアだとね、3倍ぐらい働かないそうと。ですね。はい。監査法人はね、非常に時給がいいってことで、有名ですからね。はい、ありがとうございます。監査法人の仕事をしていて、やりがいを感じる瞬間っていうのはどんな時ですか？そうですね。基本的にその監査を進めていくプロセスとしては、一つ一つ調書を作って、それを合体させて、上が、いろいろ反応するっていうような形になるので、私たちは日々、調書を作っているんですけども、その調書を自分なりに工夫して、上司に理由を明して、調書の形を褒められた時だったりとか、そういう時にやりがいを感じることがすごく。なるほど。やっぱりそういうところはあれですよね。AI ではできないところだと思いますね。この人には、どうやったらうまく伝わるのかっていうのを考えながら仕事をしてて、で、さらにそれを見て、ちゃんと評価してくれるっていうのは、いいですね、そそうれですは。ね。上司からのフィードバックのやりがいを感じますし、やる気にもつながる。確かに。AI は多分同じ形式でしか多分出さないと思うんで そこですよね、多分ね。そこの温度感っていうか、その間をこう埋めないとやっぱりね、ダメですよね、やっぱりね。現時点の監査法人の仕事で、公認会計士の勉強で培った知識のうち役立っている科目と、その論点を教えてください。そうですね。先ほども申し上げました通り、私が今担当している勘定科目は固定資産だったり、ES 退職給付というところで、まさに財務会計論の、計算の論点だったりとか、理論の論点を、用いることがすごく多いので、中でも財務会計論が一番役に立っているなっていうふうに日々実感しております。監査論はまだ役に立ってないですかね。感想です。換算に関しては、合格したら通わなきゃいけない、実務補習、ね、の、テスト、試験があるんですけども、そこですごく役に立ってます。ありがとうございます。よかったですね。まあ、財務会計論が役立ってるってのは本当にありがたいですね。本当ね。そうですね、一番労力かけてきた多分科目だと思うので、嬉しいです。一番量が多いですからね。はい。大学卒業後は、まあ、正社員として監査法人に就職する予定だと思いますが、配属されたい部署ってのはありますか？そうですね。今、所属しているメガバンクチームが非常に魅力的だなっていうふうに就職活動の時から思っていたので、大学卒業も継続して、この部署に、いただきたいなっていうふうに思って。さっき聞き忘れたの。企業法とかってまだ全然使わないですよね。そうですね。私は、
担当しているチームではまだ使う。だから、今後、例えば IPO 支援とかですね、これからベンチャー企業が、上場するための支援とか、そういった業務に入ってくると、企業法というのはゴリゴリ使うんで。そう思います。だ結構無駄にならないんじゃないかなと思いますよ。どの科目も。どの科目もどっかで生きるような気がしますね。はい。製造業とか言ったらもう管理会計何ですゴリね。ゴリ知らないといけないですからね。確かに。私なんだっけな、中小企業で製造業やってる原価計算の担当者と一度お会いしたことあるんですけども、固定費と変動費分ける可変分解をですね、個別法で導入するの大変だから、日照簿記2級とか会計士でもやる工程点法で分解して、で、あれで変動費、固定費分けてんですよって聞いたときは感動しましたけどね。あ、使われてるんですよ。使わ確かれに。てるんだと。やっぱ工程点法だとすごい簡単にできるんで、ある期間の最高の、販売量と最低の販売量から、傾きを出して、それ変動費しちゃうっていうやつをやってて、もうこれすごい導入が楽で、で、可変分解できると CVP 分析ができるじゃないですか。その企業に CVP 分析を入れてあげたっていうね、実績になったんで、平川さんも例えばね、独立とかして、中小企業で、そこがもし製造業だったらね、ぜひ可変分解を 導入してあげたりとか。だから、いい役割ですね。持っているテキストって大変かもしれないですけど、保管されるといいと思いますよ。私も保管してます。いつか使うんで、また卒業生で全部捨てちゃった方からですね、テキストだけ変えませんかって、たまによく来るんですよ。まあ、それぐらいうちのテキストいいんで、ぜひ、監査法人でも役立ててください。ありがとうございます。すいません。はい。働いてから今に至るまでの経験で、今の監査法人、まあ今の部署でもいいですね。魅力をぜひ教えてください。そうですね。まず多種多様なキャリアプランが、を描くことができるっていうのが一つの魅力だなっていうふうに思ってます。今のチームでも、いろんなセクターだったりチームから移動された方して、まあ、で、チーム移動も気軽にできるっていうのも、やっぱり上司の方に、気軽に相談できる、風通しのいい社風があってこそ、で、まあ、これが一番、今の、個人の魅力だ。最後に聞いてませんでしたね。その監査法人のお名前を教えてもらっていいですか？EYC 日本有限責任監査法人。ありがとうございます。まあ、四大監査法人の一つですよね。はい。新日本ですね。ありがとうございます。ちょっと最後になりましたけども、まあ、平川さんから、これからね、公認会計士の学習をされている方へ、またすでにね、学習をされている方へそれぞれメッセージをお願いします。まず、これから学習される皆様に向けてなんですけれども、まあ、こちらの会計士試験は、科目数も多くて、やる気が起きないなというふうに、思ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、一つ一つの科目が、今後のどの業界でも役に立ってくる科目にもなっておりますし、合格すれば、すごく、素晴らしい景色が待ってるので、ぜひ、大学中に、チャレンジしたいことがあるっていう方も、そうじゃない方も、挑戦していただければな、というふうに思います。で、もうすでに学習されている方に向けてなんですけれども、まあ、私自身も、そこまでスムーズに、ここまで来れたわけではなくて、何度も、もうやめようかな、というふうに、思ったことが今までありましたので、そういう場合でも、やめずに、頑張って勉強すれば、ちゃんと合格することができる、難易度の試験にはなってますので、まずは与えられたものを出して、
べきと、落とすべき、取るべきところを、ちゃんと取るっていうような、安定した勉強を、できるように、いただければな、というふうに思っています。ありがとうございます。はい。ご清聴ありがとうございました。ということで、まあ、平川さんからお話があった通りですね、合格してる方も、実はね、途中でちょっと挫折しそうになったりとかは全然あると思いますんで、今これを聞いてる方でも、もうすでにそうなってる方がいるとは思うんですけども、先生とかにね、相談するのもいいですよね。はい、私も一度させていただいて、そこでだいぶ精神的に回復したっていうところ、ぜひ、相談していただければ。まあ、うち、個別相談とかは、電話の個別相談とかは、予約制ですけど、できますし、もう LINE 上でね、先生に直接、文章で相談するってこともできますんで、あと、生の講義やってるんで、もう渋谷で生やってるんで、渋谷の方にね、こう、来ていただいて、日程とかをちょっと調べて来ていただいて、とこでも全然いいので、ぜひ一人で抱えないで、我々と一緒に超解決しながらね、なんとか本番の試験に、行っていただければと思います。本番の試験受けないと受からないですからね。そう。行かないと分かんないので。受かんないですからね。はい。で、理想通り絶対ならないんですよね。理想通りの勉強の計画には絶対ならないので、そこはあんまりへこまずに、もうやれるところを優先順位つけて、こう消化して、なんとか本番に行くっていうのをね、平川さんもそうであったように、みんなもね、そうしていただければと思いますね。はい。じゃあちょっと画面共有をときめ。はい。な感じで、50分弱ぐらいでしたけども、はい。本日はこんな感じになりました。まあ、この後、私が、さらに追加のね、ご質問があったら受けますんで、ぜひご質問いただければと思います。はい。それでは平川さん、お忙しい中、イベント参加していただいてありがとうございました。でもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。